こんにちは。えっ、ー、とグローバルビレッジのえっ、ー、と説明会を、えー、始めたいと思います。学生スタッフの山崎です。よろしくお願いします。と今日やることはグローバルビレッジについて、あと何を得られるかとどんな活動をしているのかとあとホームページについてとお知らせしたいと思います。 とグローバルビレッジはビ、えートと,というところの、えー、と1階にありますとフリースペースがあると思うんですけどそこを左に行って入るとグローバルビレッジがありますと QR コードからもチェックできますでとグローバルビレッジについてなんですけどと2016年の4月に 開設されました。で、岩手大学の国際教育センターが運営しています。と参加者は日本人学生だったり留学生だったり、教教職員の方だったり、地域の方だったりなどえっ、ー、と多様な方に参加していただいています。とグローバルな視野を広げる活動もしています。えっ、ー、と例えば交流イベントだったり体験活動だったり。 語学活動だったり講演会を行っていますその交流イベントについてなんですけどあれ <laughs> えとこれでいいのかえとその例に Let's Play Games っていうイベントがありますこのイベントではえーと まあ日本のに限らず、えーと、世界のカードゲームだったり、ボードゲームを通じて、日本人学生と留学生とが、えーとまあ、日本語だったり、英語だったりを使いながら、えーと、一緒にゲームをする交流イベントです。で語学活動の例としては、えーと、韓国語を学ぼうというイベントを行いました。 とこのイベントでは、えっとまあ、韓国語のイベントはたくさんはないんですけど、えっと、日本語英語に限らずいろんな言語の、えっと、イベントもやっていますあと体験活動の例としては池花教室があります、えっと、これは後ほど紹介もしますがえっとけ花を、まあ、日本人学生でもなかなか経験 したことがある人は多くないのかなと思うんですけど、といけばな教室というようなまあ体験活動も行っています。あと講演会の例ですが、と例えば冬の過ごし方セミナーということで、と暖かい地域とか国からいらした方に向けたえっと岩手の冬の過ごし方をに関するまあセミナー講演会を行いました。 次にグローバルビレッジで何を得られるかということなんですけどまず留学生と日本人学生と、えっと、交流する場ということで、えっと、なかなか、まあえっと、大学生活を送っていて、えっと、留学生だったら留学生の方とかと交流する機会っていうのはそんなに多くないと思うんですけどグローバルビレッジでは。えっとまあ 交流することができますであとは多様な学生と出会えるということで、えっとまあ、その国籍だったり文化だったり価値観だったり、えっと、いろいろ多様な学生と出会えるというのもポイントです。でそれに伴って、えっと、新しい気づきを得ることもできます。えっと国籍文化いろいろが多様だということで、えっとまあ、自分の知らなかった価値観とか文化とか 習慣とかそういうことに気づくことができますで。あとは自分のスキルを向上させることができます。えっ、ー、とこれは語学に限らずですね。えっ、ー、と異文化を持つえっ、ー、と人々とどう関わっていくという点においてえっ、ー、ともえっ、ー、とスキルを向上させるいい場所だと思います。あと活動紹介をしていきたいと思います。えー、と。 この4つが主に、えっと、レギュラーイベントとしてて、えっと、やっていますでその一つオールイン・イングリッシュでは、えっと、参加者がペアになって、えっと、トピックについてえ英語だけで話します。でこれは、えっと、上級とか初心者とか限らずどんなレベルでの方でも参加して,していただけます。 そのトピックの例として、例えばフェスティバルズっていうのがあって、えー、と3つの、えー、と質問に関して、大、え、体、ーえー、10分ずつペアを、10分ごとくらいにペアを交換しながら、えー、と英語だけを使って話し合います。で次に、えーと、レギュラーイベントの中に、日本語カフェっていうのがあるんですけど、これは、えー、とペアじゃなくてグループになって、 えとトピックについて日本語だけを使って話しますこれもどんなレベルの方でも OK ですテーマの例として音楽がありますこれは、えー、と10分ごとくらいにグループを変えながら、えー、といろんなできるだけたくさんの方と話せるように、えー、としていますあとスタッフオールイン・イングリッシュっていうのがありますこれは、えーと 質問カードについて書いてある、えー、と質問について英語で答えるという感じですでこれはスタッフとあるんですけど学部生も、えー、と院生の方も参加できますしどの英語のレベルでも OK ですで例えばそのフレンズっていうトピックがあったら、えー、とカードの裏に、えー、と質問がいろいろ書いています この質問について、えー、英語で答えていくイベントです。であとはニハオ看語っていうイベントも月に2回やっています。このイベントでは、えー、イベントごとに、えー、とセンテンス話したい話すセンテンスとかキーワードとかが決まっていて、えー、それについて、えー、勉強できます。 でえーとまあ、中国人の方とも会話できますしあとは第2外国語で中国語を取っていない人でも、えー、と参加できる、えー、と初心者の方でも参加できるイベントになっていますで、えー、と実際に体を動かしたりしながら、えー、と中国語を勉強するイベントでもあります初心者の方も、えー、と参加できますので是非参加してください グローバルビレッジは様々なイベントをやっていますここからはそのイレギュラーに開催されるさまざまなイベ,ントについイベントをサクサクと紹介し簡単な感想を持つけながら紹介していきます。これは予約が必要なんですけどもメールで予約をしてお金を払うといけばなの体験をすることができます。 と日本の方でもいけばなの体験があるってかなかなか珍しいことなのですごくいい機会じゃなんじゃないかなって思います。と次にと書き初め教室です。とここではと中国の方からその日本での呼び方を漢字,でこうか漢字での書き方を聞いたりと日本人の方が外国の方に日本の言葉を紹介したりする交流もできます。 とこれは去年の4月の桜を見るお花見会です。と日本の桜はやっぱり春を象徴するものなので、それを留学生の方と楽しみながら見ていました。とベリーダンスワークショップですと。ベリーダンスのプロの方が教えてくれますと。体をしなやかに使ったすごくエレガントなダンスで、と体にもいいそうです。と 次に VR 体験会ですと。VR を通して世界のいろんな地域やいろんな景色を本当にその場にいるかのようにリアルに体験することができます。私のお気に入りはアイスランドでの雪の綺麗な景色の中をソリに乗って滑っている VR が大好きです。留学報告会というのも,ものもあります。と岩手大学で 留学してきた先輩の,その留学の準備や留学を通して学んだことなど実体験を聞くことができます。これは交流イベントの七夕の会ですと。日本の七夕のストーリーを紹介したりたみんなで短冊を書いてどんな願い事を書いたかみんなで話し合ったり音楽を聴いたりしました。これは 中国の伝統舞踊体験会ですと中国の留学生で伝統舞踊をすごくうまく身につけている方がいたのでその方に教えてもらいました最後はみんなで一つの曲を通して最後決めポーズをできたのが面白かったですこれは英語のスピーチコンテストですとグローバルビレッジでは言語も言語の活動もすごく重要な活動で英語の力を高めたい方や 英語のスピーチを聞きたい方も参加,で参加できます。これは言語の活動の一つで韓国語を学ぼうという会です。韓国に興味のある学生は多いと思います。と韓国語を初心者でも興味がある方でも誰でも参加することができます。これは英語の落語の会です。落語を聞く,聞く機会も あまりないと思うのですが、その中でも英語を使った落語というものはすごく珍しいと思います。と、この方はやっぱり落語家なのでお話がうまいのでプレゼンの方法についても紹介する講演会もありました。これは日本の文化の折り紙をみんなでやっているところです。と留学生の方がやってみたい。折り紙の折り紙の作品を見つけて、みんなで挑戦しました。 これはハロウィンンの交流イベントですお菓子やミニゲームなどを通してたくさんの留学生の方と交流したりお話ししたりすることができましたこのようにグローバルイベビレッジではいろいろなイベントをやっています興味のあるイベントがありましたら是非参加してくれると嬉しいです皆さんのご参加をお待ちしております イングリッシュタイムについいいて、えー、と紹介したいと思いますイイングリッシュタイムは、えー、と予約制なんですけど、えー、と例えば英語の宿題を見てほしいとか英語のプレゼンをしなきゃいけないんだけどそれについてちょっと一緒に進めたいなとか、えーとまあ、そういう方が、えー、と英語がネイティブの先生と,、えー、と30分間時間があるんですけどその中で、えー、とコミュニケーションを取れる。 やつで,すでえっ、ー、と、まあ、それに限らずですけど例えばただあの英語で、えー、と話したいとか会話のスキルを上げたいっていう目的でも、えーとえー、利用することができますで、えー、と利用には事前予約が必要なので、えー、と QR コードからえっ、ー、と予約していただければと思います。ははいこんにちは グローバルのの担当の星野ルカスです。次は、えー、とアプリを紹介したいと思います。これは参加者名簿のアプリであのこの画面だと、えー、タッチで自分の学籍番号を入力してください。右上に英語ボトンがあるので、えー、言語もあ英語または日本語に選択できます。で登録を押すと、こういう、い ウィンドウが出てきて広報用の撮影は大丈夫かどうかまたはあとイベントのメーリングレースに登録,登録希望しますかっていうのが出ているのであのなんていうか選択してください自分の。で確認を押すとこのメッセージが出て閉じてグローブウィに入ってください。 今日はいろんな内容を説明したと思いますが、すべての内容がグローバルビリッジのホームページに書いてあります。ホームページに毎月のカレンダー、または各イベントの情報と国際化の SNS の情報、すべてあります。ホームページ、QR コードをスキャンするとホームページが見えます。右上じゃなくて左上にカレンダーがある。カレンダーがあって、右の方に SNS の ボタンがあって、真ん中に各イベントの情報が書いてあります。その左上のカレンダーを押すと、大きく見えます。カレンダーにすべてのイベントが書いてあるので、ぜひご覧ください。それをまとめると、グローバルウィレッジはいろんなイベントをやっています。そのイベントは、もちろん日本語と英語のサポートもあります。そして、いつでも参加できます。 ほとんどのイベント、EnglishTime とよう u t u の教室以外のほとんどのイベントは予約不要です。予約しなくて都合がいいときに参加しに来てください。で、そのまとめをまとめると QR コードを指定してください。スキャンしてください。いろんな情報がそこに書いてあるのでぜひお願いします。以上です。 えー、皆さんご静聴ありがとうございましたぜひ来てください